中学生でもトラブルに発展する場合もあるんだね。ちょっとしたところにトラブルが潜んでる気がする。そうだね。自分だけで判断して失敗しちゃうこともあるよね。そんな未成年者を保護するために契約を取り消してなかったことにできる未成年者取り消し権があるよ。未成年者は成年者と比べて取引の知識や経験が不足し、判断能力も未熟。そこで未成年者が行う契約で不利益を被らないように法律で保護されているんだ。未成年者だと守られているんだね。ただし未成年であっても取り消しが認められない場合があるんだ。それは親権者の同意を得て行った契約、小遣いや仕送りなどの範囲で行った契約、結婚している未成年者が行った契約、営業している未成年者がその営業に関して行った契約、成年者である親の同意を得ているなどと偽った場合などがあるよ。未成年者だからといって契約を取り消すのはそう簡単ではないんだ。大切なことは消費者センターに相談すること。まずは消費者センターに電話で相談してみよう。相談は無料だよ。未成年者取り消しについても詳しく教えてくれるはず。